これ結局100万返すの？それがさ、これ変な話なんだけど、請求書が届かないんだよ。正式な決定がまだ下されてないのね。だからどうしたらいいんだろうなとか思って。請求書っていうか、その正式な書面が俺の家に届くはずなんだけど、届いてないんだよ。なんでなんだろうなとか思って。ちょっとよくわかんない現象が起きてるんだよね。100万円請求、前回言われたんだけど。何なんだろうみたいな。ちょっとよく分かってないですね。何なんだろうな。おはようございます。普通そんなことありえないじゃん。絶対請求するっつったら請求するはずなのに。もうだって1、2ヶ月経ってるぜ。何なんだろう。俺もよく捉えきれてないよ、今回の件は。どうしたらいいのか。裁判でね、裁判で訴える訴えないにしてもさ、請求が来ないことにはどうしようもないから。ちょっとよくわかんねえなと思ってるよね。ちょっと、雲をつかむような話ですよ。なんだろうな、全然意味がわかんねえな。行政なんて20年以上前の固定資産税の請求が今来たなんてこともある。マジで？ 20 年以上前の固定資産税を請求するの？めちゃくちゃだな、本当に。そういうのって、なんつうの、時効みたいなのってないのかね？なんかもうお役所仕事ってほんとダメだよね。書類がないと動かないしさ。なんか後から、そのメンツみたいなのをすごい大事にするじゃん、あの人たちって。役所で働いてると洗脳されるのかな？何なんだろうね。なんか一般の感覚と結構ずれたりするよね。役所仕事って。普通の民間企業だとこれ絶対ありえねえだろっていうこと平気でやってきたりするもんね。何なんだろうね。どういう魂胆なんだろう。だってさ、その100万円請求するにしてもさ、3年前のさ、3年前、2年前のことを今更請求するのとかいうのもあるじゃん。生活保護抜けるギリギリになってそれを言い出すっていうのはおかしいと思ってて。何なの？みたいな。どこ相談していいのか、いいのかもわかんねえしさ。請求書が来ない限りは動きようがないんだよね、俺も。どうしていいか全然わかんないよ。やべえな、なんかあれだな、アネトン飲んだから睡眠薬、これ睡眠効果入ってるでしょ。すげえ、ろれつが回んなくてすげえ眠くなるんだけど。これって睡眠薬の効果入ってる？めちゃめちゃ眠気が来る、これ。咳止め薬って睡眠効果ある？なんか眠気がやべえな。眠気がやべえ。めまい、頻尿、副作用、ね、え、ないな。なんだこれ。ただ眠いだけか、俺。ただ眠いだけか。眠気は来ない。めちゃめちゃ眠気来るんだけど。
はい、71名さん、おはようございます。おはよう、みんな。新しいフォロワーさん、肉好きさんフォローありがとう。肉好きさんありがとうございます。不正受給してるって意味ですか？全然そうじゃなくて、不正受給をしてるんじゃなくて、3年間、4年間ぐらいか、4年間ぐらいね、生活保護を受けてたんですよ。それで自営業をやっていて、今は生活保護じゃないんですけど、で、その前に、その自営業で働いてたバーの売り上げに関して100万円を請求されたんだけど、簡単に言うと、売上ベースで請求をされたの。売上を返還しろって言われてて。いやいやいや、バーやってたんだから利益ベースでしょ、そこはって。仕入れ代とか家賃代とか全部自分で払ってんだから、なんで仕入れベースじゃねえんだっていうことで揉めてるって感じなんですよ、肉好きさん。それを、不正受給だって騒いでる人たちがいるんで、いや、不正受給じゃないよっていう。そんな感じ。揉めてる内容としては。新しいフォロワーさん、国吉剛さん、ゆいたださんフォローありがとうございます。そうそう。だってさ、普通に別に生活保護だって自営業やっていいわけじゃん。で、売上ベースで請求するっていうのは考えられないじゃん。そこで、訴える、訴えないっていうことで揉めてるんだけど、そもそも請求書がなぜか届かないんですよ。俺は国に訴えようと思ってるんだけど、訴えれないんですよね。それで困ってるって感じ。普通に不正受給じゃないの？不正受給には該当しないね。不正受給っていうのは、申告をしなかったりとか、要は申告しなかったケースだね。不正受給っていうのは、逆に言ったら申告をちゃんとしっかりしてるから請求が来るっていう問題なんだよ。だいたい100万円っていう請求が来ないじゃん。普通に考えて。申告をかっちりやってるから来る問題なんだよね。これは。ハイキック打てるようになりたいな。修正。何が？
なんだとより戻してないよ。別れたまんまだよ。だから俺は、なんか近くに来てもらえるのはありがたいと思ってるから、近くにいる人は大事にするけど、彼女彼氏ってわけじゃないですよ。よりは戻してない、勝さん。ワドさんの親父はキックボクシングの選手だったんですね。ドレさんの枠で知りました。結構ね、キックで有名な方じゃないかな。ドレさんとかだと多分世代的に知ってると思うけど、タイで伝説のチャンピオンになってる人がいて、国民栄誉賞を取ってるチャンピオンなんだけど、なんだっけな。選手わかんない。選手の名前ちょっと検索していい？プアカオじゃねえ。絶対世代じゃ。タイの伝説の選手で、なんだっけな。ムエタイ。ちょっと待ってね。ムエタイ。伝説で出てくるかな。ムエタイで伝説のチャンピオンがいるんだけど、ちょっと待ってね。ムエタイ。古い選手だけどね。ディーゼル・ノイ。そう。例えばこの、今検索したムエタイ伝説っていう検索したら、ムエタイ史上一番強い選手は誰だっていうまとめサイトが出てきたんだけど、それで1位に輝いてる選手がディーゼル・ノイっていう選手なのね。そう。天をつく膝と称されるディーゼル・ノイ選手。この選手の逸話はすごすぎて、対戦相手がいなくなり、24歳という若さで引退しました。これと戦ってる唯一の日本人が俺の親父なんですよ。ディーゼル・ノイ選手と。だから結構そのムエタイとかキックボクシングとか知ってる人だったら、名前聞いたことがあるっていう。そう、負けちゃったんだけどね、親父。瞬殺されちゃったんだけど。だから YouTube の再生とか見つけて、親父の試合、そしたら10万再生とかあるんだよ。で、全部コメント欄が英語とか、なんか、そうそうそう。で、親父はもともと空手家で、そう、36歳まで現役だったのかな。あと、フィリピンのチャンピオンと韓国のチャンピオン。日本国内だとランク1位だったのかな？キックボクシングで。だから、結構おじさんとかで、その島津っていう本名を名乗ると、え？って、もしかして親父さんキックボクシングやってなかった？とかたまに言われる。すごい古い選手だけどね。親父はプロの格闘家で、だからもう親父の生活がすごくて、もう折れたバットとかすごかったですね。例えば、ディズニーランドで働いてたんですけど、1時間半ぐらい通勤かけて、そうそう、ダメ息子なんだよ俺。だから親父はもう一本指でずっと腕立て伏せやってたりとか、もう親指だけでこうグーってやってたりとか、あともう1日3時間ぐらいしか寝なくて、毎朝10キロ走って、で、サンドバッグをこう公園にかけて一人でバカバカ殴ってるとか、もう変人だよね。空手バカ1台みたいな生活。もうずっとトレーニングやってるっていう、現役引退したのに。だから折れたバットとか金属バット蹴ってたりとか、もう子供の頃のイメージは、だから親父とどっか行くって言われたら、車の中に放置されてワセリンの匂いがする。で、もうなんかジムでウェイウェイパン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 みたいなずっと聞こえながら寝るっていう。引退してもやってたね。そう。ノレさん、ヒサロ行った。 なんか相手が真っ黒いみやびさんって黒いゴキブリって呼ばれてんのね。だから黒さでも負けないためにっつって、なんか対抗してるね。そうそう。やっぱ黒さでも負けちゃいけないんだよ。ドレさんクラスになると。相手の方が黒いみたいな。でも、親父に実はそのディーゼル・ノイのことを聞いたことがあって、ディーゼル・ノイとの試合ってどうだったの？っつったらさ、いや、実を言うと、なんか俺のその生涯の中で一番有名になった試合がディーゼル・ノイとの試合なんだけど、実は彼じゃないんだって言ってた。その一番強いと感じたの。負けたから言うのもあれなんだけどって。実はね、そのディーゼル・ノイが一番強いと感じた選手ではないんだよって言ってた。多分ね、ディーゼル・ノイって検索するといろんな情報が出てくるから、どれくらい伝説なのかって、ゲームのキャラクターの元になってるっていうかね、首相撲を開発した人なんだよ。
ムエタイの選手って手足が長くて首相撲するイメージでしょ。あれはね、ディーゼルノイが作ったの、首相撲の、流れっていうのは。だから、なんつうの、国民栄誉賞も取ってるし、どれくらいすごいかっていうと、実はね、ほとんど試合してないんですよ。なんでかっていうと、もともとそんな強い選手じゃなかったんだけど、ディーゼルノイは。首相撲を覚えてから、伝説のチャンピオンを、再起不能になるくらいぶっ壊したって有名になって。で、まあみんなご存知の通り、タイって賭け事が行われてるじゃないですか。だから自分の選手が壊されるのを敬遠されて、ほとんど対戦カードが組まれないまま、2年間無敗とかだったんだよね。それでね、なんか、もう、その3本指に入るムエタイの伝説の選手になった。トイレ行ってくるね。ただいま。まあ、親父がね、こんな試合出るっつったら、もうほんとふざけんなって話になるよね。お前舐めてんだろっつって。絶対怒られるよ。もう絶対に親父にバレたくない試合だよ。口が裂けても言えないよ。こんな キックボクシングの試合出るっつったら、もうマジボコボコにされると思う。お前舐めてんだろって。初コメありがとうございます、八神さん。ありがとう。楽しんでってください。怒られるときは叩かれ、親父に殴られたことは一回もないです。親父に暴力を振るわれたことは一回もないです、僕は。それが尊敬してるゆえんですね。あんだけ強かった親父が、僕に暴力を振るったとか、一切ないです。一切ないです。むしろ血だらけで帰って殴ってくることはあるんだけど、弱い者いじめが大嫌いで、なんか電車の中で韓国人がロシア人にいじめられてるのとか、もうロシア人とかボッコボコにするのとか見てて、もう電車の中でいきなりファイト始めちゃうんですよ。いじめが大嫌いで。で、もう母親に、ああ、始まったっつって、降りるわよっつって、ちょっとお父さんがっつって、お父さんもロシア人ボコボコにしてるみたいな、電車の中で。で、その韓国の人はね、もう10年、20年ぐらいずっとお歳暮みたいな、感謝状みたいなの送ってて、ほんと。なんか日本に来ていじめられて、なんかあんな強いロシア人に勇敢に立ち向かってくれてありがとうみたいな。もう母親も誇りに思ってたね。ずっと手紙が来たっつって。なんかもう本当なんか侍みたいな人なんだよね。めちゃくちゃだよ、本当に。本当にめちゃくちゃ。普通の家庭じゃなかった。そう、だからお父さんはもう本当尊敬してますね。なんか、
かっこいいっていうか、すごい好きです、僕は。親父が間違ったこと言ってるの見たことがないですね。全部考えて、全部その行動に移してる人だったんで、本当に尊敬してます、僕は。まあ、こんな息子で申し訳ないです、本当に。新しいフォロワーさん、ミーコさんフォローありがとう。僕の誇りです、お父さんは。だからね、K1 を羨ましいってニコニコ話すの。お父さんの時は総合格闘技っていう概念がなかったから、実はね、そのお父さんの世代の頃の人たちが K1 とかを作ったの。そのおじさんになってお金持つようになって、プロモーター側とかに回れるようになって。だから同期の人とか K1 のレフェリーとかやってるんだって。だから、そのね、アントニオ猪木とか、燃えよドラゴンとかさ、空手バカ一代、明日のジョーっていう伝説の世代なわけですよ。お父さんが育った世代っていうのは。だから、なんつうの、みんな世界最強に憧れて格闘家になってたっていうさ、熱い世代だから、なんか、K1 とかいいよな、俺も出てみてえな、なんてぼやいてたよ。こんな試合があるなんて羨ましいよ、みたいな。俺も若かったらな、なんてしみじみ言うんだよね。なんか、世界最強だと思ってたらしいですよ。新しいフォロワーさん、八神さんフォローありがとう。曲がったことが大嫌いの、親父は。かっこよかったな。親父みてえになりてえな。まあ生き方は全然違うけど、まっすぐで不器用で、でも間違ったことはしないっていうさ、あんな親父になりたいですね。無理 無理ゲー和藤さんのお父さんの名前なんて言うんですか？ごめんなさい、それはさすがに勘弁してください 申し訳ないです。それはさすがに勘弁してください。試合見たいんだったら YouTube、キャプりますけど、試合見ます？さすがにお父さんの名前は勘弁してください。生放送がどういう場所かっていうのは、僕はもうこの世界重々わかってるんで、皆さんが皆さんいい人だったらいいんですけど、そうだね、復活したね、ちゃんま。嬉しいよ。ウェルカムですよ、本当に。僕が配信始めたきっかけの人なんで嬉しいっすね。遅いよっていう。え？高尾？高尾ってなんだろう。ごめんね。もし、見てみたかったらキャプるよ。試合よ。負けた試合だからあれだけど。パスワード、ノンターン。あれ、パスワード変更された？なんだこれ。何これ、パスワード変わってんだけど。見る。ちょっと待って、機材を揃えるわ。じゃ、機材を揃えるっていうか、変な言い方になっちゃったけど、ダウンロードしてパソコン切り替えるから待って。ちょっと時間かかるよ。負けた試合だし、あれだよ。なんか、すげえっていう試合じゃないよ。
ボコボコにされてる。あれだから。しまった、 Wi-Fi ってどうやってつながるんだ。これか。ちょっと待ってね。パソコン歪んでる。パソコンが歪んでるのか、机が歪んでるのか。金梅さん、いや、そこら聞いたことないですね。あんまり詳しくわかんない、そこは。初めて聞きましたよ、それは。そんなことないんじゃないかな。やっぱちょっと時間かかるね。見たい？ちょっと待って。ああ、ダメだ。ネット回線。パソコン切り替えるわ。ちょっと一回枠閉じてもいい？パソコンをね、こっちで放送するわ。放送しながらダウンロードするから、ちょっと一回待ってもらっていい？ちょっと一回枠チェンジします。お疲れ様です。ちょっと待ってて。お疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよ、もう。